ようやく真夏本番の頼りです。今日、山口県を含む九州北部地方の梅雨明けが発表されました。梅雨前線の活動は弱まっていて。今日の県内は日中は強い日差しが照りつけました。夕方から局地的に雷雨となるなど、不安定な天気にもなりましたが。明日以降、しばらくはおおむね晴れて。厳しい暑さの日が続く見通しであることから。 福岡管区気象台はきょう山口県を含む九州北部地方が梅雨明けしたとみられると発表しました平年より6日遅く去年より3日遅い梅雨明けで全国でことし最も遅い梅雨明けとなりましたあすの最高気温は山口市内など35度に届く猛暑日のところもある予想です。熱中症への厳重な警戒が必要です なお、今日の梅雨明けの発表は速報値で、後日、天候の移り変わりを再検討して修正される可能性もあります。次に平尾町に住む60代の女性が、嘘電話詐欺で現金およそ600万円を騙し取られました。柳井警察署によりますと、今月20日午後1時ごろ、平尾町に住む60代の女性に、 役場の介護保険を担当する報省を名乗る男から介護保険料を多く払っていたので払い戻しがあるなどの電話がありましたさらにサポートセンターの清水を名乗る男から電話があり話を信じた女性は男に指示されるままに ATM で現金を振り込みましたその後も手続きがなかったなどと繰り返し電話があり 今月20日から22日までの間に、合わせて現金およそ584万円を振り込み、騙し取られました。嘘電話詐欺被害の相次ぐ発生を受け、県警は今月21日から嘘電話詐欺特別警戒警報を発令しています。警察は、カンプ金があるなどの電話は詐欺を疑い、警察や家族に相談するよう引き続き注意を呼びかけています。 関門海峡をワイヤーロープで横断するアクティビティジップラインを設けようという取り組みに向けての第一歩です下関市と北九州市による初会合が今日開かれました下関市で開かれた会議には下関市と北九州市それぞれの副市長が出席し冒頭のみ公開されました関門海峡メガジップラインは 民間事業者が計画しているもので、関門海峡をワイヤロープで滑り降りながら渡るアクティビティです。プロジェクトチームの立ち上げは、下関市と北九州市の両市長によるトップ会談で決まりました。競技内容ですが、メガジップラインというのは。一つの起爆剤にもなると思います、ね、しかしながら、ものすごいハードルがあります。国際海峡またぐとか、下関さんと力を合わせて、前向きにやっていきたいとい、よろしくお願いします。 ぜひ皆様のご知見もいただきながら事業者を一緒に盛り立てていってです、ね、このジップラインなんとか実現にこぎつけられたかというふうに初会合ではメガジップラインの実現に向けて現行の規制について共有したほかどのように観光客を誘致するかなどについて意見を交わしたということですプロジェクトの話し合いいは当面2回行われることが決ままっています。 県立大学の付属高校設置を検討している協議会は、今日の会合で候補の高校を5校まで絞りました。県立大学や山口大学の副学長、それに県の幹部職員などで作る検討協議会は、3回目の会合を非公開で行いました。協議会ではこれまで県立大の付属高校の候補を10校まで絞っていましたが、 今日の会合で5校に絞のあと取材に応じた岡正明理事長は具体的な公明は明らかにしませんでしたが5校に絞った基準は高校の進学状況や県立大が持つ学科と連携できるかどうかなどとした一方、大学と高校の距離はあまり重視する必要はないとしました。またこれとは別に 私立高校から付属化の要請があったことを明かし、見学の精神や経営状況などを検討するとしました。私どもとしては、あの年内にはですね、えー、決めていた、決めたいなというか、まあ、あの決定しできればというふうには思っています。協議会では今後高校をさらに絞り込み。 最終的には1校を付属高校の候補として県や教育長に答申する予定です。岩国市は利用者数が低迷する錦川清流線について。来年度までに存続廃線を含めた今後のあり方を検討する方針で。専門家などへのヒアリングが今日始まりました。錦川清流線のあり方について意見を聞く会には。 西木川鉄道 JR 西日本国土交通省山口県の担当者や大学教授が出席しました岩国市の第三セクター西木川西流線は沿線の人口減少などに伴い利用客数が減っていて昨年度は過去最小の12万5000人に第三セクター転換直後 1988年度の58万4千人と比べ2割程度に落ち込んでいます。運行する錦川鉄道の経常損失も昨年度過去最大の1億5500万円あまりに上っています。赤字を補填する岩国市は来年度までに錦川清流線の存続廃線を含めた今後のあり方を検討する方針で、このヒアリングは。 専門的検知から意見を求めようと市が開いたものです。会議は非公開で行われ、岩国市や錦川鉄道が現状や課題を説明したということです。運営に苦しさがあるのはあの間違いないところだと思うんですよね。ただまあとは言いながら、やっぱり今の沿線の皆さんがまあ実際生活交通として使われているわけなので、やっぱりその方々が 今後もその地域で生活していくためにはどういうふうな形が方策が一番良いのかそういうところを考えていいいいかないといけなとと。け岩国市はヒアリングに加え沿線住民や利用者を対象にアンケートを実施するなどし2025年3月までに検討報告書をまとめる方針です。 宇部市出身の映画監督庵野秀明さんが手掛けたエヴァンゲリオンにまつわる話題です宇部市は作品を通して市内の魅力を発信するイベントの第三弾を今年10月から行うと発表しました本日、ひとまるまるまるをもってまちじゅうエヴァンゲリオンを第三弾へ移行します宇部市はエヴァンゲリオンを手掛けた庵野秀明監督の故郷で作中のモデルにもなっています 一昨年から去年にかけて2回のイベントを開いていて、地元飲食店と共同のグルメフェアや、フィギュア、パネルの展示などが行われました。今回の第3弾では、町の技術力が大きな見どころとなります。 エヴァンゲリオンに登場する巨大な槍、ロンギヌスの槍そのレプリカを時和公園に制作することが発表されました大きさは7メートルを超え、材料は市内で出た廃材が使われますイベントは10月から来年1月にかけて行われ今後も様々な企画について発表されることになっています